どうも皆さんこんにちは、イサンチャンネルです。今回は今人気の YouTuber アメリカンに生きるタケちゃんの気になるカスタムローライダーを大特集。それでは行ってみましょう。ダイナローライダーは今回どういったカスタムをされたんですかね。今回はですね、まずグリップからいきましょうか。グリップか、はい、これバンズとカルトさんというコラボバンズ。あ、本当だ。あのスニーカーの、僕バンズ今履いてるけど、このソールの部分ですね、はいはい、に使われてる。あ、確かに同じ。すごいグリップ力が、バンズはい、持ちやすいですね、はいはい、で値段も安めですけど、4000円とか5000円とかそのぐらいで買えます。はいはい、でその次ですね、タンクいきましょうか。タンクはね、これちょっとこだわりがございまして、マットカラーに白のマットで、うんうん、でビリヤードの8ボールカラーに。なるほど、はいはい、でエアクリはこれ、ムーンアイズのエアクリですね。ちっちゃいエアクリが良かったので、はいはい、でこれはマットブラックに塗ってもらってます。はい、でこれフリスコスタイルですね。若干ちょっと5センチぐらい上に上げて上がってますね。そして今度はシートいきましょうか。これはトランプ製のキング&クイーンってやつですね。トランプ、はい、玉座ですね、ここは。はい、玉座ですね、はい、で、ここにお姫様が乗るんです、はい、フランスの方がですね、はい、で続きましてこの CC バーですね。これがね、ごめんなさい、ちょっとあのメーカーがちょっとわからないんですけど、はい、ついております。あとはですね、ハンドルの位置を何か書いてある。あ、そう、ハンドルの位置がですね、これだいたい普通フロントフォークに沿ってこういう感じでなってるんですけど、ちょっと角度を変えて この部分をですね立ててます。立ててる、はい、ちょっとその分高さが高くなって腕もちょっと伸びるような感じになりますね。具体的にそこが立ったのと、その CC バーがこう立ってるので、そうですね、あ、俺ここ狭く見えるよね。そうですね、うん。で、ガーディアンベル、これもともとここについてたんですけど、これステアをつけてもらってここで見えるように。なるほどね、はい、福本ちゃんが。これはどういう意味があるんですかね。これはね、なんかね、アメリカの方から、うん、その魔除けで、なんか地面から悪魔が来るみたいなことを言うらしいんですよね。だからこの地面にこのお守りみたいなのがついてるっていうのは聞いたことあるんですけど、これは詳しくはないんで、はい、調べてください。ちょっとデタラメ言ってるかもしれません。それとそのそれとこれですね、はい、デビルが、デビル、悪魔が走ってます。楽しいなをやってますね。魔を避けるけど魔を避けるけど魔がいるんですよね。そうなんですね、はい、でこいつはたし楽しいなってやってます。楽しいなをしてる、はい、そうです、そうです、楽しいなで走ってますから。謝ってない、はい、楽しいなって言ってます、はい、この辺にテロップで楽しいなってつけてもらえば。あとはそのぐらいかな。うん、どうですか、カスタム完了してみて。いや、やっぱなんか違うバイクに乗ってる感じがしますね。ああ、楽しさ、楽しさはね、そんなに変わらないですけど、気持ち的にね、あ、変わったなっていう。ポジションとかは楽ですね。ポジションはそうですね、この前純正のシートをつけててちょっと幅広だったんですよ。これで足つきが細くなったのが、足つきが良くなったから、そうですね、そんなもんかな。うん、このキング&クイーンの、はい、この出っ張りのおかげで結構こう、そうですね、座り心地はフィット感がいいですね。ただその分ハンドルも近くなった。ね、ハンドルは逆にそう立ててる分ちょっと腕が伸びるような感じでも、乗りやすいは乗りやすいです。おー、まとまってますね。前よりもコンパクトになりましたね。なんか見た目がね、やっぱ、うんうん、マットブラックで、うん、マットブラックとこの白のコントラストで、うん、スリム化してるのかもしれないです、ね。ああ、なるほど。
あんまりはっちゃけすぎてないところが。はっちゃけすぎてなく。大人。はい。大人な感じで。エイトボールって呼んでください。うん、エイトボールね。でもあんまりこのカラーリングって見ないですよ。そう、ね。ローライダー、うん。実際、見たことないね。うん。クリームは結構いるらしいんですよ。おお。真っ白っていうのはあんまりない。これはペイント？これはステッカーです。あ、ステッカー？はい。ステッカーが、マットのクリアの中に入ってる。そうですね。これ純正であるデカール、それとも？いや、これはオリジナルで。これは純正ではないです。オリジナルです。竹ちゃんこの自体も選んだわけ。そうですね。これめっちゃ悩みましたね。やっぱこの文字だけは正解だったのか正解じゃなかったのか、はいはい。いや、いいと思う。うん。なんかありそうでないところがいい。なんかできれば奥さんの手書きでもよかったのかな。ああ。はいはい。こだわりで。うん。奥さんにこう白いマーカーでこうなんか絵描いてもらった。ここにですね。今日はちょっとおとなしめでした、僕。そうね。多分。うん。そっ今日はですね。うん。今日はちょっとおとなしめです。楽しいのもやってないですからね、今日は。してないね、そういえば。ご飯食べに行ってきて、大体やるんですけど。うんうんうん、まあ、たまには違うパターンもいたね。こいつが代わりにやってくれてますか？ああ、そうね。ああこいつがね。楽しいなぁ。楽しいなぁって。また他にカスタムする予定ありますか？いじる予定は今のところはないですけど、まあ、次やるとすれば、サスペンション。うん。ちょっと下げる、ローダウンさすか。タイヤ。あ、そうですね。タイヤをですね。はい。タイヤの山を変えたいですね。あれやっぱね、ショベルとかのああいうタイプ入れると一気に旧車感増すかな。ね。あ、奥さんとどっか遠くでも行かれる予定はありますか？これからバンバン休みが合えば連れて行こうと思ってます。なるほど。温泉とか行きたいですね。あ、温泉、はい、いいですね。家族風呂で、うんうん、温泉好きなんで。温泉ツーリング、うん、奥さん連れて温泉ツーリング、ね、あの頃は良かった。30代、20代は良かった。で、今40代になって40代をどうかしようよ、うんね、なるほど、はい、バイクライフを楽しむタケちゃん、とてもいい笑顔をしてますね。あれはね、僕の青春時代に戻してくれた、タイムマシーンみたいなもんでしたね。最後までのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。